ってことででお久しぶりです結局自宅2週間待機してから Vlog あんまり上げられなかったんですけど無事2週間もあってで最近何てたかっていうとその動画系の動画僕のサブチャンネルみたいなのがあって、まあ、そっちの方がチャンネル登録者数が多いんだけどそっちの動画に1週間で動画13本ぐらい投稿することができてそのコロナの期間で自分の家にゆっくりしないといけない時に。 何か動画学べたらいいんじゃないかなってことですチュートリアル動画をいっぱい作ってました。で、その2週間の間でこの Vlog のチャンネルをその社会人になってからどうやって運営していこうかなっていうのも考えてたんですけど、その社会人になったらインプットばっかになってアウトプットがなかなかできないなってこともあったりとか、もっと気軽に動画を撮っていきたいなと思って、ちょっとラジオ番組っぽいそのラジオスタジオを作っていこうかなっていうふうに思って、ラジオ機材を全て揃えました。ということで、最初は今日はラジオを 買ったラジオ機材を軽く紹介してそのラジオを1本撮って公開するところまで全部やっていこうかなっていうふうに思います。ということでとりあえず一式の機材を揃えました。まず買ったのがこのベリンガーっていうものかなベリンガーの XM8500 っていうマイク。これ多分アマゾンだと4000円ぐらいしたんですけどなんかサウンドハウスっていう安いところで探したら2300円ぐらいで1本買うことができてあの僕が調べたそのポッドキャストのなんていうんだ ラジオをやってる人が使ってるマイクと、そのオーディオインターフェースっていうのを買ったんですけど。で、オーディオインターフェースはこの、なんだ。名前がわからん。UMC202HD っていうのを買いました。オーディオインターフェースっていうのは、そのアナログの音をデジタルに変換する機械のことで、これを使うことでそのホワイトノイズって言われる、ザーっていうような、そういうノイズを抑えられるような効果があるらしいです。あとマイクスタンドを2本,2本買ったのと、あと実家に そのマイクスタンドをでっかいやつ1個買って合計で1万5000円とかそんなもんだったんじゃないかなという,ふうに思いますあ、違うわ Amazon のカードが5000円ぐらい残ってたから2万円ぐらいだったのかな2万円ぐらいで買えたんだと思いますということでこれを1回設定してみてちょっとラジオスタジオっぽく今軽く設置してみます今友達ん家にいるんだけどでその一応僕の親は今働いてなくて今外には出てない状態なのとあとその友達も今1人暮らしでここに住んでて ほぼずっと家にいる状態なので、その一応コロナは気にして、うん、生活はしていますと。で、その友達とは今、幼なじみみたいなもんで、もう中学始まってからずっと一緒にいるような、もう10年間ぐらい一緒にいるような友達なんだけど、その友達とちょっとなんか今日は軽いなんか男同士の日常会話みたいな、そんなものを届けられたらいいかなっていうふうに思ってます。よし、そんな感じで設定していきます。<laughs> はい、こういうい感じでパソコンにオーディオインターフェースつないでそれからこのマイクにやってなんかこのマイクで音を別撮りにできるからこういう感じでちょっと撮影ができるんじゃないかなと思ってるはいというわけで、まあ、前日の7時明日やるであろうラジオの,そのオープニングのビデオとかのちょっと構想を練ってるんだけど今からと1時間ぐらいでその動画とかを作っていこうかなというふうに思いますうんなるべくシンプルで短いものにしていきたいので トランジションとかそういったものをアフターエフェクトで使って作っていこうかなというふうに思いますはいどうもこんにちはへのもへラジオが始まりましたこ,このラジオは二十三歳の男性が日々思ったことをゆるく話していくような番組ですはい。まあ今回のテーマは友達も来ているのでねなんか。うん お互いになんかやりたいことをできてるかなとうう思ってるのもあるので,で、ね、やりたいことの見つけ方って感じで話していこうかなというふうふに思います、うん、じゃあまずはなんかこのヘノモへラジオっていうんだけど、うん、このラジオの名前の由来とかについてちょっと話していこうかな、うん、そうですねちょっとこれは勝手に僕がやってるラジオ番組なんだけどこの今一緒にいる久我君っていう友達もちょっと関係していて、うん、そう10年ぐらい前から、ね、僕たちが中学2年生の時に出会ったんだけどそうだ、ね その時に僕が小6から仲いいグループのところに久我も参加してきたみたいな感じなんだけどそこの LINE のグループ名がヘノモヘヘノモヘノモヘジなのかいや元をたどればヘノヘノモヘジだけどもうヘノモヘなんだけどだからヘノヘノモヘジっていう LINE グループがあってそれからずっとヘノモヘとしてなんか僕たちは活動してきたというかそういうのもあってなんか今回なんか名前何にしようかなって思った時に っっててていいううううのににしてみようかなふ思結構多用してるから、ね、多様してるね。でまあ久我と岳ってことでちょっと名前の響きもいいので、うん、ちょっと今回は久我と岳っていう名前でやっていこうかなというふうに思います。はい、じゃあお互いのなんか最初の出会いというかそうですね<の>覚えてた、ね、<laughs> 多分中二で多分中二なんだよね中二で同じクラスになって。2> 3年生の記憶はあるんだよそう僕たち中学二2年と3年は同じクラスだったんだけど3年生の記憶はねすごいあるんだよね <laughs> すごいあるんだけど2年生 2> けどまあそれなりには仲良かったし、うん、遊んでたと思うんだけど、うん、だ3年生はすごいよねでも僕たちなんかすごい真面目な方というかなんて言うんだろうな不良グループではなくて、うん、<laughs> なんかその時、うん、当時勉強できる男子が4人いたじゃんそう、ね、久我と。 草木と中村と僕がいてそこの男子4人はなんか仲良かったイメージがありつつ仲良かったね仲良かったね,ね<え>俺だけ違う顔こ,こっ <laughs> そうだねそうだねでまあそうだなそんな感じ中学はまあでも、うん、けどなんなら中学卒業してからその辺野も平で遊んでからの方が仲いいのかもしれないねそれは、まあ、中3はちゃんめっちゃ仲良かったけど、うん、でも高校生の時は正直あんま会ってないそうだっけそそっっっかかあんま合ってないよね高校生の時は まあお互い受験もあったしな、<う>なんか、そんなに部活もやってたし、そう、高校生の時はお互い、っていうかみんな忙しくて、うん、あんま、ちょいちょいや、な別に高校の時会って何したか覚えてるかって言われたら、覚えてないんだよね。<laughs> 大学、も大学はでも、まあ、浪人中、まって,なて浪人中…でも同じ塾には通ってたかね、<あ>多分ね、<laughs> 同じ予備校に通ってたんですよ。<laughs> 僕は高校を卒業してまあそのも話もちょっと <laughs> そうだ、ね、じゃあその話ぐらいからしていこうかそうだ、ね、お互いのなんか中学を卒業してからの話で久我は中学サッカー部で僕が中学バスケ部で,、ねケね、でお互いに高校は男子校に進んだんだよね県立の、うん、埼玉県立とあと埼玉の私立の学校に行って、ねうん、で僕はまあ男子校で行って俺も男子校だね昔は僕はまあ物理部とクイズ研究部っていうのをしてる、うん、川なんか久我はんかソフトボールやって謎にね あの時の思考回路浅かったから両方できたらかっけえやんかもやんなでお互い受験勉強は中途半端にしたのかなちゃんとしたのかないや俺は中途半端中途半端にしたえ大学大学い<や>大学受験や大学受験だった,やっただけどまあしょうがないよねしょうがないね、うん、あれはね今となってはふ向き不向きがあるまあまあまああ,のあんま落ち込む必要ないと思うでまあ高校卒業してどっちも2人とも老人生になるんだけど <laughs>、うんまあ、僕はフィリピンに行き うん、まあ <laughs> なんか英語を勉強してたってい,ういやーすごいよねあの決断今思えばね高校卒業して3日後にフィリピン行ったからないやーすごいと思う <laughs>、うん、今の若者の一番苦手なことをあの瞬間やってたからね <laughs> まあでも逃げではあったんだろうけど あのの時って逃げの感覚あったのもちろんもちろんもちろんあ,あったんだその親とめちゃめちゃ喧嘩した話したのあなんか仲悪かったもんね親、うん、と喧嘩してる中ちょっともう勉強もしたくなくなり<に>そっかあの時逃げの感覚あったんだ<う>家からちょっと離れたい感覚はありフィリピンに行き<ー>でまあちょっと興味のある英語だけ勉強して帰ってきたっていうよくでもその喧嘩してる中で許してくれたね癖やんなうんえっすごいよね 親だったら無理じゃない、うん、なんか家族旅行が毎年 1, 年1年に1回ぐらい行くような家族だったからそれはあったのかもしれないけどで、帰ってきて夏から僕は受験勉強を始めたんだけどそしたらなんか久我が同じ予備校にいて駿台予備校 <laughs>、ね、池袋校にいたんだよね <laughs> そうだね,そ,うだね <laughs> それ言って大丈夫 <laughs> いよもうねやんな。 正直でも予備校の時の記憶は稼ぎじゃなくて久我はなんか生意気な彼女作ってな <laughs> かしかないかんねなそうだね可愛い彼女いて、ね、そのことイチャイチャしてた印象があり、うん、しかないからで僕まだこの,あの YouTube チャンネルで大学名出してないんだけど、うん だから久我もまは建築系の大学に無事合格をしそうですね建築やりたかったんでねあの時はで僕はまあ英語を勉強したかったから国際学部に進んだわけなんだけどうん、うん、そこからまあ一緒に会うようになって、うん、けどなんかその今の職業的には僕はなんかその物を作るというか、うん、クリエイティブ職というか、うん、そういう仕事をしてるし、うん、久我も建築とは何も関係ないそのボディービルダーというかトレーナーというかトレーナーなのかチームのトレーナーみたいなことをやってるんだけどうん、うん、その お互いがその自分の勉強分野じゃない中でそのどうやって自分のやりたいことを探してきたのかなっていうのをそ,う、ねそ,れね、それがやっぱ一番聞かれるしね喋、うん、るよね訳わ,わかんないもんね <laughs> 何も聞かなかったら訳わ,わかんないだろうし建築学科4年間勉強しきってあんなに忙しい中ねえ一時期ね廃人だったからね、うん 学校泊まり込んでなんか建築のモデルとか作ってたのにそれがなんか卒業したらボディービルダーというかトレーナーやってると思うとそのなんか転換点があったというかそうだ、ね、転換点はねまあ別にそのなんかこう込み入った話じゃない転換点というと、うん、もう大学4年生の春休みだよねもう就職をしないといけない時期ですねまあどっちにしろ俺は大学院いくつもりだたあそっかそっかそっか就活はさらさらしてなかったんだけど まあ大学4年の春休みにまあ偶然なのか必然なのか、うん、本当に面白いけど <laughs> 家の近くに、まあ、ジムができたんだよねあ,あそこのジムそうそうそう,だそうあそこができたのがちょうど3月とか4年生のに入る前の春休みか、うん、前のバイト先の後輩がそこに入るからって言って、うん、まあそいつはもともと筋トレしてたわけねでまあ別に運動はもともとしてたから、うん 一緒にやりませんかと教えますと言われて、<う>まあ朝活ぐらいのつもりで入ったんだよね。そうしたらね、ドハマりです、ね。<laughs> ドハマり、もう道がつけるのハマり。建築を言われながら。うん、まああの時はまだ全然道を変える気はさらさらなかったから。まあせやのまだ四年生で大学院行くって言ってたら。入った時、ジム入った時そう後輩に言ってたのは本当に。 ま,あまず、洋服が着れなくなる前にやめますと。はいうん、洋服もともと好きだったからね。洋服着れなくなる前にやめます。ポール・スミスのコーデとか、ポール・スミスしか着れなかったから。<laughs> やめます。あと、何言ってたかな。まあ、足は絶対やりません。うん、よズボン履けなばり、足は嫌ですから。 ってい僕が身長が178ぐらい9そうだね九ぐ,ぐらいあるって<う>まあスタイルもよくそう洋服はねき、大学のなんだっけあのミス・ミス,ね、ミスターコンら出てたぐらいやったからな、まあ、見た目重視で生きて,きてたんだけどザイケメンって感じだったもんなそうだねで髪の毛も別にカエル気サラサラなかったし、うん あととと肌を焼くとかも絶対にしなないだだろうなと思ってたんだよね、うん、ちょっと写真はこれに参考がずだそうだ、ね、で全然ミスターコンの時の写真とかちょっとポンって出してもらえればいいんだけど今のあの鏡の前のああいうやつ両方出して、ね、まあこの変貌具合なので、うん、まあドハマりしたんだよねそうでそこからまあだけちょっとそれでまあこみ入った話になってくると、うん、まあだけど建築建築ってまあいいところに就職すれば、うん まあ、うちの大学的には割といいところ入れるコースが、うん、整ってはいるからつつ、うん、いいところ行けばお金はいいんだよ、うんうん、でも自分の時間があるかどうかって言われると、まあ、それはまた別問題で、ね、めちゃめちゃ建築って忙しい職業やもんな、まあ、本当に本物の建築家になれるのは一握りで、うん、本当の建築廃人じゃないと無理だから、ね、そ,うそれは気づいてたんだよ<ー>そうミスコンしたいとか出た,り出たりとか。 まあみなりを気にしてる時点で俺は建築廃人にはなれない <laughs> <laughs>。もうその時点でそれは分かってたんだけどでもやっぱ別に他のことを見つけてなかったってのも事実なんだよね。うん、そ,うでそこで筋トレに出会うわけですよ。それ結構服好きとかミスターコン出るとは意外とつながってることなのかもしれないけ、ね、どボディービールでそう結局見せる仕事というか、うん、結局多分視覚情報に対する感性が強いんだよ。うん、なるほどね、うん だから特に視覚はあったんだよねで見た目が変わっていくことに快感を覚えたんだよなるほど筋トレあるあるよなそう本当にあるあるだと思うあとは食事を気をつけることで肌が綺麗になるってもそうずっと悩んでたからうわ調子いいじゃんっていうのもあったんだよねそれでちょっとずつ筋トレにのめり込んでったねでそこでねけどそれでもなんか4年間建築やってきて理系で将来もまあある程度はそうだね 保障されてた中てた、ねね、その高卒とかがやっぱりいっぱいいるような業界なわけじゃん、うんうん、そうだね本当にそ,、ね、そこに行こうってなれたというかいや,ーやそうだねそれもだ繋がってくるんだけど、うん、やっぱそうずっと建築やりながら、うんまあ本当に幸せの本質みたいのは何だろうみたいな、うん、まあ哲学とかが好きで授業とか専攻したりしてたから <laughs> <laughs>、まあ、本当に幸せって何だろうなって考えながら生きてたんだよねああ そうち俺はそれが本当にやりたいことなのかっていうのをずっと考えて違うんだろうなって思いながら生きて,て確かに建築ってなるともう本当に会社でずっと働いてるようなイメージはあるけどうもうもうザっていうそのまんまだから、うん、そうそこでね見つけちゃったんだようんそう<で>そういう怖さとかはないわけその筋トレに振るというかああそっちに振った時にそのやってる今とかもうある程度やってるから分かるけどさそのなんていうんだろう そんなに長く続く職業でもなかったりするじゃん最初の印象だとあまあそうだね印象はそうかもしれないね、うん、そこら辺をなんかどの辺りからこっち側にしようというかどの辺りからそっち側にしようと思ったんだろうねいやでもちょっと体変わってきたとこから割と、うん、もうこれ向いてるかなと思ったこっち向いてんなと思ってたんだよね、うん、でなんかすごいおごり高ぶってるような発言だけど、うん、大学行ってた時から、うん、俺の今回のこの人生は脳みそを で他の人より勝るのよりは無理だと思ってたんだよ。うん、それははなんで上上には上がいるじゃんまあね <laughs> 自分は大学の中では確かに考えられるし、うん、没頭できるタイプだけど、うん、ひとたび雑誌を開けば、うん、まあ自分より建築廃人が死ぬほど建築とかそうやもんなそうこいつ俺より年下でこの文章を書けるのかとか。うん このダイアグラム書けんだっていうのを死ぬほど見てきてたからああ確かにで,でもそれはすごい分からない僕も高校の時建築学部目指してさそう,そ,うそうだね言ったもんねフランス行って建築見て諦めたりね,ね諦めたら <laughs> <う>世の中には天才っているんだなとそう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 でも、うん、そうそうだねヨーロッパ行ってもそれも感じてたからああ自分はノートルダム大聖堂を作れないと思ってノートルダム大聖堂の衝撃を受けた確かにでそうその時に自分の中ででも、うん、体の クオリティ、うん、要は比率とか手足の長さ<ー>身長はこれはもともと優れてるものもありそう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 これは生かしたら勝負できると思ってたんだよね、うん、そうまあまあありがたいことに転生的なものなんだけどこれこっちを生かした方がこの人生多分うまくいくんだなと思ってたんだよ <laughs> はい、はい、でも別にそれで何か見つけてたわけじゃないからさで見つけてそ,ち,てそうでちょっとずつ振ってって、うん までも親には反対されるわけすよそうだちろん息子が建築学部で建築がなるんだ息子って思ってたのがそうだよね俺トレーナーになる時言われたら最初はねめちゃくちゃ反対されるからもしかしたら反対しちゃうかもしれないもん絶対反対というかすぐにいいよと言われないかどう振り切ったかかそれはな何かあったん大会に出ちゃったんですよもう自分の中でこれ本当に向いてるかの判断にもなるとな思わけよ 途中で挫折するぐららいいいなな絶対向いてないから、うん、本当に向いてるならやりきれるだろうし、うん、でやりきる姿を見せるのが一番の証明だなっていうのを自分の中で思ったからまあ単位もほぼ取り切ってたから、うん、大学うそうだ、ね、4年の前期を全振りしてみようと思って、うん、大学ギリギリのパにして全振りっていうのは大事かもしれないなそうだね全振りは大学生だったら一かしてみていいと思うな,いい思うな僕い 大したことないからああ半年例えば単位足りてなくても、うん、いいと思うで、うん、もう学校のことを全く気にせずに全振りしてみるといいと思う確かにやりたいことなら何でも全振りとかするだけでな向いてる向いてないが分かるし、うん、一瞬で分かるワンチャンそれで生きていけるぐらいの収入が出たりもするし半年あればちょっと身になるから向いてれば僕も大学生活ブログとバックパックには全振りしてたから全振りしてたよねもう 学校行く電車の中で記事3000字書いててだ,、ね、だってずっと言ってたもん歩きながら全部ブログの記事にできないかなと思って学校帰り渋谷のあのボッシュカフェ行ってあ、ね、もう毎日ブログ書いてきてみたいなけどそういう全振りの時期があったからこそこうやって自分がネットに向いてるなとかも思うしう、ね、向いてる分野を探すのは結構いいかもしれない全振りってね若いうちにしといた方がいいよ、うん、何でも一瞬振ってみるの大事確かにな 向いてなかったら捨てて戻ってきちゃうんだから。で、その捨てて戻るのができるのが大学生の。確かにな。もう本当にそうと思う。僕とかもこんなに動画に全振りとかできるのも今のうちだろうからな。そうなんだよ。熱量はお互いあるんだけど、ベクトルが違うんだよそうだね。そうね。そうだね。そこね全振りして自分が向いてるものに出会ったというか。うん、もうまさにそうだと思う。全振りはね、本当に大事だよ。 確かにその全振りは結構いいキーワードだな。全、うんうん、振りいいキーワードだね。確かにその時期を持つのは僕もすごい大事だと思う。うん、思い返したら絶対内坊も,もすごいあるもんね。<laughs> エネルギーが向いたものにはもう全財産使って全部やって。一旦やりきるもんね。一旦もう 僕とか大学入ってアルバイトしたくなかったから、そうだよね。もうすごいんだよ。<laughs> アルバイトしたことないんだから。<laughs> アルバイト人生で二週間一週間ぐらいだけウーバーイートしたことかって。ちょっとウーバー仕掛けたよね。<う>登録したわ<ど>とか。<laughs> もう大学生全部通してバイトしたことなくて。ね。<う>それはね。アルバイトなんかする生活嫌だったから。ね。もう。 ネットで僕パソコンが得意だったからずっとパソコンで稼ぐって決めたとりあえずブログはもう半年間ぐらい収入出ないままうん、うん、ずーっと書き続けたしい<や>中国からカメラとか仕入れたりなんかいろんな稼げる手段は全部試したと思うしうん、うん、あとバックパッカーっていうのにはすごい憧れてたからうん、うん、全部の長期休みでバックパッカーには行って。 大学の夏休みとか2日間ぐらいしか家にいなかったから <laughs> <laughs> バックパッカーとプロがいす,、ね、<laughs> すぐ体育からねすぐ体育からく大学生活6回行っちゃったしなすごいよね逆に<う>内堀的にはちょっと今まで振ったけど、うん、うまくいかなかったことってあるのてかまあこれ自分に向いてなかったなって,思って全然ある全然ある例えば高校の時とか中学の夢が足くん作るようなロボットを作る人だったんだけど<ー>それで 高校もロボコンがあるあいやもうロボコンって言ってたら確かに1年生ぐらいの時で物理部入ってロボコンずっとやってたんだけどちょっと向いてなんか力入れてみたんだけどだか確かにそんなになんかやってみたら楽しくもなくてへえ<ー>、うん、向いてなかったりだとかへえそ,そ,そうそう,そう確かに言ってたね最初ね意外となんかやってみたら向いてないものは意外とあるのかもしれないそうだねで僕とかなんかそのやるからやりたいからやるが多分ゼロ日なのか、うん、多分超自分の 強みでもあるからあ<ー>そのいっぱいやりまくって多分できなかったものは思い出せないけどいっぱいあるのかなっていうふうに思ってるあちょっと踏み入れてみたけど蹴りつけてポイしたことは結構ある、うん、そう例えば僕絵描くのも好きだったしそう,、ね、そういうのもなんか多分でも振り切れてないのか振ったけど向いてないのかわからんし物を作ることが全般好きだもんね あと、プログラミングとかもちょいふりしたけど、そんなにはまんなかったかな。そっかそっか。そう考えるとあるね。意外とやってることはやってるのかな。結構あるね。あとは僕のあれかな。やりたいことはとりあえず、使えるだけの時間を使って努力をしてみて、大学生のうちに向いてるか向いてないかはやってみてはいいんじゃないかなっていう。そう。向いてるって思いました。大学行くのやめます。っていう感じでした。僕は。僕はなんだろうな。 国際学部に入って、まあ、それは単純に英語をフィリピンで勉強してたからっていうのがあって、アメリカの大学に編入したかったからっていうので、今の大学を選んだんだけどだ、ね、もう1年生の時から言ってたんだ、ね、そうそうもう俺は3年生からアメリカの大学に行くって言って、行ったわけなんだけど、だから別に国際学部に興味あったわけじゃなくて、うんうん、だからそれもあって、ブロガーで生きていけるかなと思って、ブロガーに全振りしてみたりとか、うん、してたね。うん、それこそ そういういいので稼げんじゃないかなかと思って旅,旅しながらブログ書いて生きていける人になりたいみたいなそういうことを本気で思ってたから友達は旅しながらブログ書いたりして、うん、その収入でずっと生きてきて、うん、そうそうハンドスピナーとかないやー懐かしいねハンドスピナーを大学2年生の時に800万ぐらい売って <laughs> ねあのー、あったもんねそう めっちゃ回した <laughs>、ね、<laughs> 月収が多分3040万ぐらいあってね一時期すごかったよね,ね超金持ちでそれでまあインドとか全部旅行行けてインドネパール行ってヒマラヤ山脈見に行ったりとか東南アジア一周したり、ね、ちゃんと経験することにお金を投資してたのは、ねうん、あの若さですごいと思う確かにな僕とか服とか全くお金使わないしそうなんだと 旅行日ぐらいやんなん、うん、とそうだんかね無駄なところにお金を使っ,、うん、ってなかったり、ね、の人生でないしかもそうだな貯金がいつも多いわけじゃないしけどないわけじゃないし、うん、常にあったらそういう興味あるものにお金をこうやってうこういうラジオ機材買っちゃったりとか、ね、そういう風には振ってきたからなそれがねね若いいってなかななかかできないんだよ、ねうん、でもそれでもブログとかはそんなには稼げず。 それでで生きてていくのは無理ななんんんだだだっっ思思たとうアメリカの大学に行って最初コミュニケーション学部その英語を勉強したかったからコミュニケーションを勉強したらまあ英語勉強できるんじゃないかなと思ってやってたんだけどちょっと英語勉強した後って自分何勉強したいんだろうってやっぱ3年生ってこともあって悩み始めてそこで僕がそのやりたいことの見つけ方としてやったのがその自己分析をやりまくったっていう多分ノート45冊ぐらいは書いたんじゃないかな 本当にもう本当にあの幼稚園の頃の夢はとか、うん、小学生の時に好きだったことはとか全部そ,っかそれこそ親に LINE とかで幼稚園の時僕何が好きだったとか LINE してうそういう返事とかアメリカに行きながら聞いてそれなんか人生を通して何がメインだったかっていうのを考えてどういうものに喜びを感じたとかどういうものに自分は興奮して生きてきたんだろうっていうのがあって。<ー>それがあった時に僕は 多分勉強は多分得意だったけど好きじゃなかったんだ高校受験とかな多分めちゃめちゃに数学とかができたからやってたけど多分それじゃなくて自分の中での軸は結構物を作ることでそれで人を楽しませること例えば幼稚園の時はあの折り紙をずっとやってたりとか毛糸、はい、のマフラーを作って先生にプレゼントするとか小学校はもうロボコンやりたかったぐらいだからロボットをずっと作っていて。うんうん まあここで絵描いたりとかそういうなんかブログ作ったりとかそういうなんか物を作って形にすることで喜びを感じるしそれが人に認められた時に自分で幸せ感じるんだなと思ったからだからうそれが僕が映像でもいいしうん、うん、こういうラジオ番組で何,何かを作るんでもいいし何でもいいなと思ってはい、はい、そうなった時に僕の今会社名は出さないけど今の会社が何か月かおきとかに自分の作るものが変わるような仕事だから。うんうん で毎回その何作ろうかなっていうのを考えるような仕事だからそのうんうんぴったりだよね本当にね <laughs> 天職にあったんじゃないかなって思うぐらいで、うん、す,ごいすごいと思う本当にねそれこそ僕就活する時にこの YouTube チャンネルを送ったりとかそうだよね今までの作ってきたブログとか全部送って、うん、そういうので一応内定もらえたのかなっていうのもあったから、うん、なかなかねでもそっかすごいよなけどなんかそこにやっと気づけたというか まあ時間はかかる、ねうん、就活になったからこそ考えたのかもしれないけど、うん、かそれを勉強に振らなくてよかったなというのは自分の中でも、うん、今のストレスとしては、うん、まあそうだねまあ前から何かを作ってたからねひたすらに、ね、でまあコミュニケーション能力も必要な仕事だけどうん、うん、そういうのはバックパッカーとかでなんて言うんだろう毎日違う人と知り合ってそういう人と話すスキルは身についていたしそうだねそこら辺の いややでも自己分析っ、うん、っってそそかんんなにやったんだねしかも一問一答形式じゃなくて例えばあの幼稚園の頃に好きだったものはって書いたら毛糸を作って先生に喜んでもらって楽しんでたって左のページに書いたら右のページとかでそれを全部自分の言葉で言い直すんだ。ももしかししかたたら自分のものづくりしたことが 人に喜んでもらえた時に自分は喜びを一番感じるんじゃないかって、うん、そしたらそれをどう使えるのかまで書くんだけどうん、うん、それって例えば自分が例えばものづくりの仕事をしたら自分も楽しいしうん、うん、人にも喜んでもらえるような仕事ができるんじゃないかみたいなそういうの全部バーって書いてって結構だからまあ自分と向き合わなきゃいけないから、ね、そうめちゃめちゃに疲れるよね日時間もノートに。 自分と向き合う時間をとって学部を変える前はやってて疲れるよなそれそれで一時期そのものを作るのをやりたいと思ってその映像学部っていうのに映像学部じゃないや映画学部に変更したとかのもあってこうやって動画のチャンネルを作ってみたりそれこそ映像を勉強したいから YouTube チャンネルを作ってみたりとか映像を教えるチャンネル作ったりそこでね一歩踏み出す時の初動までが早いよねそうだねでもそれはもう癖ついてるというかまあク それれってさ、癖づければさ、癖けばななんんとかなるもんなんかなどうなんだろうね割と俺も、うん、周りの同い年に比べたら初動は早いもん<ー>でも内堀には絶対かなわないとは自分で思うも僕も大学生で自分より行動力がある人に出会ったことがないぐらいだと思う,そうだよ、ね、多分異常なんだよ、うん、異常ちょっとすごいぐらいなんで <laughs> <laughs> そうそうそう何なんだろうなそのでも 就活とかで僕も自分の強みで行動力と考えたものを形にする能力っていうのを自分の強みとして言ってたんだけどそうだよ、ね、行動力っていうのはでも自分からでもトレーニングしてたのかなっぱ多分そういう環境で育ったからそうなったんだと思うんだけど、まあ、ちょっとねそう内森んちはねみんなすごいから <laughs>、うん、まあ行きたいとこがあったら行かしてもらえたしそうだね作りたいものがあったらなんかそういう材料とかは全部そうだよね揃えてもらえるような家だったから、うん、まあ そこはあ今日、ねうん、んか大学生とかででもやりたいことがあって一本踏みなせないでそのまま4年間終えるっていうのは僕たち今大学5年生の代だからすごいよくわかるじゃん、うん、いやめちゃくちゃわかるいるもん、うん、いるんだよでやればって言うんだけど、うん、やんないんだよ <laughs> で僕とかも「ブログ始めたいんですけど」っていう相談は受けるんだけど 何十件って受けてきたんだけど始めましたっていうブログ始めたんですけどどうすればいいですかっていう相談は多分1件とか2件ぐらいしか受けたことないんだ,だからみんななんかやりたいとやるをなるべく短くすると多分やりたいことって思うのが簡単に見つかるのかなと思ってやってから考えるんだよ本当はやってからそこからじゃあ問題が絶対的に出てきた時に解決策を考えるんだよねや 考えてからややるんんだだとやっぱ順番が本当は違うんだようだしかも今とかもやりながら考えていかないとな、ね、追いつかないというかちょっとねだからなんまあ難しいよねまあでもそうだねその行動力大事なのと全振りしてくるっていうのは多分 <laughs>、ねね、大学生で就活を考える人とかこれから始める人とかはすごい大事なのかもしれないだからそれをなんか一個やりたいことがあったらそれをめちゃくちゃ準備するんじゃなくて、うん、やりたいことがあったら、うん とりあえずやってみるのを全振りするというかなんて言うんだろうなとりあえずやってみるのに全振り、うん、そうとりあえずやるのに全振りがめちゃくちゃいいんだと思うやる順備に全振りしてもそそ例えばブログ始めるにはどうやったら稼げるんだろうとか言って、ね、めちゃめちゃ調べるんじゃなくてとりあえず作って100記事ぐらい書いてみてから考えるというかそうそうそう絶対そうだよね <laughs> そしたらやりながらなんていうんだろう向いてないものも分かるしそう分かる分かる 実際に始めてみないと勉強法もわからないしそうだね俺続かんかったもんブリブリめっちゃおすすめされて、うん、一瞬書こうとしたけど、うん、やっぱねエネルギーがそこに俺はあんまり入ってかなかった確かにブログハマんなかったなそうハマんなかったしその先で先そのブログをやっていった先にワクワクしなかったから、うん、多分ハマんなかったんだよねそうやっぱね人それぞれワクワクする根源は違っていいし、うん、やっぱそれを探さなきゃいけないし、うん それを探すときにさっき言ってた自己分析が役立って役立ったし全振りをしていこうっていう話そんな感じかなそうだねいい感じに話すんだ多分、僕たちラジオ回ってなくてもこんな会話をずっとしてるからねそうなんだよ好きな女の子とかについてもねずっとなんかやばい感じね話してるからねやってっかんね そのうち喋ろう。そのうち喋ろうか。また呼んでこようかなと思います。ま<た>一応、インスタグラムとかは貼っておくんで、フォローしたかったら、好き勝手フォローしてください。はい、いこんな感じだけどね。普段はね、はい、もうちょっとかっこいい感じの髪型して、キメキメの服着てるからね。はい。はい、ということで、第1回ヘロモヘラジオはこんな感じにしたいかなと思います。なんかリクエストとかあったら、はい。 じゃあ、第1回はこんな感じでした。はい、リクエストあったらぜひコメントください。ありがとうございます。じゃあ、また次回の動画でお会いしましょう。<ー>じゃあね。